楽しいですね、このぐらいはね。トシさんがうまいのは当たり前なんだけど、富士をめっちゃ乗りやすい。乗りやすいですよね。うん。ほんと。これね、ちっちゃいとこなんか4区かなわないかも。かなわないですよね。うん。これ日本の林道でこれクレクレしてくると、多分かなわないですよ、この軽さは。ね、なんかさ、もうちびっこジャングルみたいにぴょん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 って曲がる。そうそうそう、ほんとそうですね。ね、いやだからヤリスと乗り比べるとよくわかる。そうですね。四駆がアンダーでああってやってるとこさ、ピュッと曲がっちゃう。そうだからヤリスのやっぱりここにね、ラリー専用車だと全部がピロボールじゃないですか。うんうんうん、車横にピタッピタッピタッと止まるじゃないですか。うん、向こうはどっちかとダラーンダラーンってどうしてもなっちゃうので、うんうん、その差がすごい出ますよね。まあクラスがね、そうクラスが違うから、ね、WRC と違うけど、はいはい、いやだけどこんな乗りやすい車売ってんだね。そうなんですよ。それがすごいよね、プジョーね。これが買えるっていうことが世の中で。そうですね。まあ、世界の荒井は上手だったね。いやいや、とりあえず先生。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね。まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね。はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます。はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか。はい、中古車買取本舗、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売開店ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。